それではお待たせしました。ハードウェアスタートアップユニコーンへの道。ユニコーン企業が実践した3つの成功の鍵。スピーカー、稲田隆弘。稲田さん、よろしくお願いいたします。はい、前田さんご紹介ありがとうございました。このようなタイトルで今日はウェビナーをさせていただきます。私、稲田隆弘と申します。現在その京都大学の方で、経済学研究科というところに在籍しておりまして、博士後期課程、博士課程と呼ばれるところにいるんですけども、それと、で、そこで、スタートアップ企業の研究とかを主にしておりまして、で、それに合わせて、MZV、ものづくりベンチャーズさんの方でインターンをさせていただいております。今日は、自分自身の、そういうアカデミックなバックグラウンドみたいなものも活かしながら、調査を、させていただいていることがあるので、それについて、今日、その、調査の成果みたいなものをご紹介させていただければと思っております。前回も、ユニコーンみたいなテーマで、させていただいたんですけど、その引き続き第2回目となっております。第1回の動画もアーカイブされているようなので、よろしければご覧ください。はい。では、前置きが長くなりましたけど、早速始めさせていただきたいと思います。まず、世界のユニコーン企業ということで、まず、ユニコーン企業って、メディア等でも最近よく、紹介されているのでご存知の方多いと思うんですけども、定義としては未上場で評価額が10億ドル以上の会社のことを指します。で、この左側にある、ピラミッドみたいな図がありますけど、そちら、このものづくりベンチャーズが調べたところ、トータルで479社のユニコーンと呼ばれる企業が世界中にあります。で、そのうち、ハードウェアのスタートアップっていうのは52社あるというふうに言われています。ユニコーン企業、日本で言うと、例えば、プリファードネットワークスであったりとか、あとスマートニュースみたいなところが、有名だと思います。いずれもそのハードウェアではないということで、で、じゃあ、ハードウェアの有名なところって何だろうかっていうと、例えば DJI っていう、ドローンの、空飛ぶ、あれですけど、ああいうのを作ってる、中国のところとかがあったり。で、右側に、記載してますけど、世界プロダクト別ハードウェアユニコーンの企業数、ということで、どういうその分野にハードウェアのユニコーンが多いんだろうかというのを示しているんですけれども、EV 自動運転じゃなくて、ね、電気自動車、電気自動車とか、あと下のその自動運転、あるいは IoT デバイス、ロボットみたいな感じの、産業で多くなっているということがわかります。今日はこの、IoT デバイス、結構多い領域でのユニコーン、スタートアップ企業2社の事例をご紹介したいと思います。まず、ここに書いてあるように、ハードウェアイズハードというふうに、よく言われたりするんですけど、ソフトウェアの業界だと、その早くトライアル&エラーをして、サービスの提供価値だったりっていうものと、そのマーケットのニーズのギャップを埋めていくっていうのを、早いサイクルで回すことができるんですけど、ハードウェアスタートアップだと、やっぱりその、実際にそのものを作るっていうところが、すごく時間かかったりっていうのに、一回こうトライするのに、そんな簡単にこうハードウェア、ソフトウェアほど早くはできないというところに、ある種その難しさがあると言われています。そのため、そのプロダクトをこう、洗練させて、実際にこう、お客さんに使ってもらえるような形にしていくためのその、プロセスというのがソフトウェアとは違っているので、実際そのビジネスをやっていく上でも必要なマネジメント方法っていうのは変わってくると言われています。概してその、ハードウェアイズハードっていうふうに、言われているわけなんですけど、では、そういったその、難しい領域で、ハードウェアの分野で、ユニコーンになっている企業って、そうは言っても存在しているので、どうすればじゃあ、どうすればハードウェア分野でユニコーンになれるのか、あるいはそういう成功した会社ってどういうことをやってるのか、あるいは失敗した会社ってのはどこで失敗したんだろうか、みたいなところを、今日のウェビナーでは、この問いを、皆さん覚えておいていただければと思います。で、そうですね。そういうふうな、成長するのが、どうすれば成長できるんだろうかっていう問いなんですけど、今回のウェビナーでは、ここに書いた製品開発、人材、資金という、3つの鍵っていう、3つのポイントに絞って、その、どうすればっていうその問いに答えたいと思います。で、先ほども少し話しましたけれども、今日のテーマとなるのは、家庭用 IoT 機器のパイオニアである、この2社なんですけど、ネストとジボという2社でして、ネストはその、もしかしたら、お聞きになったことがある方もおられるかもしれません。その、
まあ、例えば Google Nest というふうなブランド名で、まあ、スマートフォームみたいな、スマートスピーカーみたいな、なんかこう丸っこいやつで、こう話しかけると、なんだろう、電気つけてとか言うと、電気つけてくれるとか、なんかこう Amazon で頼んでって言うと頼む。まあ、Google なんで Amazon はちょっと違うかもしれないですけど、いうので、やってくれるみたいなのが、Google Nest。まあ、あるいは、Google ホームといった方が馴染みのある方も多いかもしれません。っていう会社を一社、ご紹介します。で、それは、まあ、黄色で示してある。ユニコーンとして買収された。で、まあ、成功事例であるだろうと。で、一方で、この右側のジボという会社は、まあ、まあ、創業から6年で、実際そのビジネスをクローズしてしまったんですけど、まあ、失敗事例であると言えると思います。まあ、あんまりその、まあ、もちろん失敗事例の馴染みのない方、多いと思うんですけど、まあ、後で動画ご紹介するんで、それでご覧になったら、よりわかりやすいと思うんですけど、なんかこう、なんでしょう。こうちっちゃいこう、人形みたいな、ロボットで、それに、まあ、同じような、話しかけて何か、メールを読み上げてくれるだったりとか、何か注文ができるみたいな感じの、割とこう、同じようなプロダクトを出している2社の比較になります。はい。前置きが長くなりましたが、ネストのムービーを、ご覧いただこうと思います。その前に、まあ、少しだけこう、どういうムービーなのかっていうご紹介をさせていただくと、ネストっていう、ちょっと次のページに行くと、この右側みたいな、黒い、なんか丸いものが、出てくると思うんですけど、そのムービーの中では、それが壁にかかっていて、何かそれを操作するみたいな感じのこと、ムービー英語なので、後でまた少し解説するんですけど、なんとなくどんなイメージで、どんなシーンで使われているのか、みたいなことをご覧になっていただければと思います。はい。それでは、ムービーをお願いします。This thermostat will make you love your thermostat. It's in millions of homes around the world. It's helped save billions of kilowatt hours of energy so far. And that's just the beginning. Meet the third generation Nest Learning Thermostat. It has a bigger, sharper screen.Controls your hot water tank, and it's even better at learning what you like. Just turn it up or down. It will catch on after a few days and create a personalized schedule for you. That's how the Nest thermostat saves energy. It's easy to learn how to save more every day. Just follow the leaf. It turns off the heating when you leave, and the hot water when you're on holiday.And you can control it from anywhere. You can see how much energy you use every day and how to use less. Energy companies around the world are partnering with Nest, so even more homes can save even more energy. The Nest Learning Thermostat programs itself, saves energy.はい、動画ありがとうございます。ちょっとゆっくり喋ってほしいという要望がありましたので、もう少しゆっくり喋ります。動画見ていただいたように、この右側のようなものを、まあ、作って、もともとこういうものを作った。さっきそのスマートホームっていう、なんか今皆さんがイメージするなんかスピーカーがあってっていうんじゃなくて、こういう壁にかけて、これ、温度、サーモスタットの主要製品のところに、ネストラーニングサーモスタットって書いてますけど、まあ、部屋のこう空調とかを調整するような、まあ、自動的にこの、例えばこれ20度とかに設定すると、それに合うように空調を自動的に調整してくれるみたいな感じの製品を作っています。あと、まあ、IoT 機器なので、外からスマートフォンで22度にしたいみたいな感じで調整したいとか、まあ、なんでしょう。例えば、人がいないときは、もうちょっと低めの温度、18度でもいいとか、そういう感じで、いろんな、こう、使用者のニーズに合わせて、どういうふうな使用履歴なのかっていうところに合わせて、こう、ラーニングなど、学習してくれる、みたいな感じの製品です。まあ、あとは、その、ネストカムっていう、防犯カメラみたいなものだったりとか、ネストプロテクトって呼ばれる、これ、なんだっけ、煙探知機ですかね、天井についてるような感じを、作っている会社でした。まあ、その辺の、ここ画像載せてないんですけど、もしご興味ある方は調べていただければと思います。で、まあ、ネストっていう会社の紹介なんですけど、創業年が2010年、今から10年ぐらい前で、今でも存在している会社です。で、
創業者はアップル出身の、この2名の方、トニー・ファデル氏とマット・ロジャースっていう方が創業されました。で、まあ、エグジットなんですけど、創業からわずか4年、なので2014年に、Google が 3.2 ビリオンドルなんですけど、3200億円ぐらい買収されたということなので、まあ、ユニコーンの中でもかなり大きな会社であるということがわかります。はい、次には、ジボっていう別の会社を紹介するんですけど、まあ、これもまたムービー見ていただくと、すごく、なんていうか、こう、親しみやすいデザインというか、可愛らしい感じの、ロボットみたいなのが出てくると思うんですけど、どういうふうに、これもまたどういうふうに、日常で使われてるのか、みたいな、シーンのイメージを、掴んでいただければと思います。ムービーお願いします。This is your house. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter.And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture.He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo? Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... Ha! And I'll... Ha! And I'll blow your house in!Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you want with a simple tap of your finger. Check out my turkey dinner, Mom. I wish you wouldn't eat that. Hey, they make turkey pizza? I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills keep expanding.He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wingman. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for two, Jibo. We've dreamt of it for years, and now he's finally here.And he's not just an aluminum shell, nor is he just a three-axis motor system. He's not even just a connected device. He's one of the family. Shh. Good night, Jibo. Jibo, this little bot of mine.Technology actually treated you like a human being? What if technology helped you to feel closer to the ones you love? What if technology helped you like a partner rather than simply being a tool? That's what Jibo's about. That's why I created this company. And I've got the right team to do it. People with a proven track record of bringing innovative technologies and exciting content to market. But now we need your help to build Jibo, to bring it to the world, and to grow the community. Let's work together.To make Jibo truly great, and together we can humanize technology. はい、ご視聴ありがとうございます。まあ今のビデオで紹介されていたまあこの右側に映っているジボというふうなロボットで、一番最後に出ておられた女性の方がこの創業者って書きましたけど、MIT マサチューセッツ工科大学。まあ、アメリカの、まあ、すごく有名な大学だと思うんですけど、の、准教授の方である、シンシア・ブレジーですかね、の、さんが映っておられました。で、まあ、あんな感じで、なんていうんですかね、途中でこう、家族の一員、ファミリーみたいな単語も出てきてましたけど、すごくこう、ああいう小さい子供が使ったりとか、全然単身で暮らしている方が話しかけたり、みたいな形で、まあ、音声認識でいろいろなことがコントロールできる。まあ、さっきの、
まあ、ネストとかに比べる、まあ、あるいはネストとか、今で言うと、例えばアレクサみたいなものに比べると、より、こう、まあ、そのもの自体も動きますし、すごく、こう、まあ、家族の一員として親しみやすいような、ことを追求していたような、ソーシャルロボットというか、まあ、IoT 機器、家庭用の IoT 機器になります。で、創業が2012年で、まあ、主要製品はこのジボというふうなものです。で、さっきエグジットって書いてあるんですが、まあ、こっちは、マツラっていうふうに、書いておりまして、まあ、2018年の11月に全資産を、この、SQN ベンチャーパートナーというふうな、まあ、投資会社に売却して、その6年間の幕を閉じたというふうな形で、まあ、ネストが成功事例であったのに対して、ジボは失敗事例であったと言います。では、まあ、実際じゃあ、この2社を、区別した、その、どうしてこう、その製品が分かれてしまったんだろうか、というところに関して、製品開発、人材、資金という3点で、このウェビナーはお話しますけれども、まず製品開発について、どういうふうにこう、両者違ったんだろうか、という、まあ、具体的なお話をしていきたいと思います。でまず、ネストなんですけれども、既存プロダクトの大幅な改善によって着実に売り上げを伸ばしていた。で、まあ、一つ目のポイント、VC から好まれる、プロダクトっていう風なところだったんだと思うんですけど、さっき言った、サーモスタットだったりとか、煙探知機だったりとか、防犯カメラだったりとか、まあ、いずれもこう、非常に、ニッチな製品だと思うんです、ね。あんまりその、普段、家にあるっていうことを意識しないような製品だと思うんですけど、そういうものをこう、まあ、定期的にローンチすることができる。まあ、さっきの、言ったさっきの3つの製品とかだと、1年、2年おきぐらいに、次々にこう、リリースしていった。いうのが、まあ、三つ目に書いて、定期的なローンチっていうのを、で、まあ、最初まとめで言ったように、売上を伸ばしていくというのが、やはり VC に好まれたのではないかと思います。で、まあ、既存製品を変える、順番ちょっと前後しましたけど、既存製品を変える製品ローンチということで、まあ、さっき言ったような、なんか、なんでしょう、あんまりこう、華々しい派手さのある製品ではない。その、サーモスタットだったりとか、防犯カメラみたいなので、そうだと思うんですけど、ただそれをこう、その概念を変えていくような、さっき動画でもありましたけど、すごくこう、まあスタイリッシュな、スマートな感じで、外部、外からも使えるとか、全然こう、サーモスタットっていうものでイメージするのと全然違うような製品に仕上がっていました。で、この、創業者の方がインタビューで答えていたのが、まあ、ダイソンみたいなことをやろうとしている。ダイソンもその、まあ掃除機っていう、まあある種ありふれ、まあ掃除機だったり扇風機だったり、すごいありふれた、家電を、対象に物を作ってるんですけど、やっぱりすごくこう、デザイン性が良かったりとか、使い勝手が良かったりとか、っていう形で、まあ、既存の製品の、なんていうか、掃除機とか、サーモスタットとか、そういうものの概念をこう変えていく、アップデートしていくような製品を作っていったというのが、このネストの製品開発のポイントだと思います。では、ジボの失敗要因なんですけど、やはり曖昧なコンセプトの製品化に時間がかかりすぎた。いうことがあると思います。まあ、動画でご覧いただいたように、すごくこう、コンセプト的には家族の一員になるみたいなことって、まあ、特にこう、なんていうんですか、我々こう、日本人というか、ドラえもんだったりとか、なんかアトムみたいな、そういうものに、親しんでる人間からすると、ぜひ欲しい、すごい可愛らしいって、思うと思うんですけど、やはりその、じゃあ具体的にその製品に落とし込むときに、どういう機能が必要なんだっけ、どういうその、パーツがいるんだっけ、みたいなところの、やはり曖昧さが残るプロダクトだったのかなと思います。まあ、やはり、まあ、大学、まあ、僕自身も大学に行って思いますけど、大学の研究っていうのは非常にこう、抽象度が高いものなので、やはりそれを実際こう、ベンチャー企業が形にしていくっていうことには、かなりその、市場に出るまでにかなりステップがあるっていうふうな、自分はそういうケースだったのかなと思います。まあ、実際その、書いてますように、デモ機が完成するまで2年かかって、で実際その、物を販売するのに5年以上かかったっていうところで、まあ、なかなか、そんなに、まあ、スタートアップって体力がないので、そんなに持たないかなと思います。で、実際、まあ、900ドルで5年後に販売するんですけど、さっき言ったその、Google ホームだったりとか、Amazon の Alexa の、エコーですかね、みたいなものと比べると、まあ、10倍ぐらいの価格差があったので、まあ、なかなか、その価格競争力っていう面でも難しかったのかなと。思います。で、まあ、あと二つほど、製品開発についてポイントを述べますと、
まずそのコア機能の実装に十分なリソースをかけなかったっていうのが一点あるかなと思います。まあ、さっきも言ったように5年ぐらい、実際の製品出すのに時間がかかっていたということで、まあ、これはその、本当はもっと早く出したかったっていうか、まあ、スケジュールはそうだったんですけど、何度もその出荷を延期しているということがあって、で、まあ、原因がその音声認識の精度がなかなかこう上がらなかったというところですね。さっきのあの、動画でもあったように、なんかこう話しかけて何かメールを開くとか、メールを送るとか、何か、料理を注文するとかっていうのって、まあ、声でその、音声でコントロールするっていうふうに、が、まあ、コアの技術だと思うんですけど、その、そこに、こう、開発の人員だったりとか、っていう、お金だったりとか、っていう、こう、リソースを十分に割くことができなかったというのも、一つ、問題点、なんでしょう、失敗の要因だったのかなと思います。で、三つ目、その、プラットフォーム構築の負荷が大きすぎたというので、まあ、プラットフォームって何やねんという話をすると、まあ、追加機能、ジボって、ただの、なんですか、ハードウェアなので、中に何かこう、まあ、スマホでいうアプリみたいなものを入れて、いろんなこうゲームだったりとか、まあ、タクシー呼べるみたいなこととかが、まあ、できるように、するつもりだったんですけど、まあ、そうなってくると、じゃあ、外部の、例えばアプリの開発企業に作ってもらうみたいなこととか、なんかその、例えば、天気予報、のアプリ入れたかった天気予報の会社とこう交渉するとか、非常にこう、ステークホルダーというか、巻き込まなければいけない人たちが、まあ、多くなっていくというので、まあ、なかなかその、まあ、スタートアップでやるには、かなりこう、負荷の大きい、大変な作業だったのかなというふうに思います。で、今のが、まあ、製品開発で、次、人材について。まあ、この人材資金っていうのは、まあ、リソースとしてすごく重要だと思うんですけど、その2点についても、両者差があったということです。で、まず Nest なんですけど、まあハードもソフトも共にこう開発経験が豊富なチーム体制を構築することができました。で、左側にボードメンバー、右側に開発メンバーと書いてるんですけど、まあ左は、なんていうんでしょう、役員クラスというか、部長さんみたいな人とか、あるいは社長さんだったりとか、そういうこう、開発をリードしていくような人。っていうのが、Nest だと、まあ最初にも述べたんですけど、このファデルさんとロジャーズさんっていう二人で創業してるんですけど、二人とも、まあなんていうんでしょう、iPod 担当副社長とか、iPhone のコンセプト設計をリードしたみたいな、まあApple の中でもかなりこう、なんですか、スター社員みたいな、非常にこう、優れた、人たちであった、まあ実績のある人たちであったと言えます。で、開発メンバーも、まあ当然そういう人のもとに、集まってくる人たちなんで、まあ、レベルの高いチームであった。まあ、ただそのものが作れるだけじゃなくて、プロダクトだけではなくて、ウェブサービスだけでもなくて、機械学習だけでもなくて、全部がこう、の分野において、人材をきちんと揃えることができる。まあ、Twitter とか Microsoft 出身の経験豊富な人が、まあ、10人も、まあ、全然その給料が払えなくてもいいみたいな形で集まってきたというのは、まあ、すごいことだと思います。で、まあそれだけではなくて、非常にこう人員拡大のペースも早かった。2012年末なので、まあ創業から2年後ぐらいですけども、もうすでに130人も人員がいたり、まあその翌年200人、で、4年後に280人みたいな形で、すごく、まあ優秀な人材が、まあ優秀な人材を呼ぶということがあると思いますけど、まあ質の高い人材をかつ、たくさん集めることができたというので成功したのかなと。まあ一方、ジボなんですけど、まあ今ので言うと、まあおそらくあんまり、いいメンバーが集まらなかったっていうふうな予想だと思うんですけど、まあ実際その実力のある開発メンバー、まあ特に開発メンバーって書いたんですけど、が集められなかった。で、ボードメンバーである、まあベレジール氏、MIT の准教授の方なので、まあすごくこうコンピュータサイエンスだったりとか、ロボティクスみたいなことには詳しい方だと思います。で、ただその、このアッシャー、シリアルアントレプレン、一回こう自分の会社を作って、またその二回目、三回目、起業されるような、まあ、起業っていう意味ではすごく経験を持たれた方だと思うんですけど、のアッシャーさんと、このニュアンスコミュニケーションという、まあ、これもベンチャー企業なんですけど、音声認識のソフトウェアみたいなのを開発している会社の社長さんであった、チャンバース氏っていうのと、まあ、二人ぐらいのボードメンバーに迎えているんですけど、まあ、いずれもその、まあ、ビジネスサイドの方であったと。まあ、営業であったりとか、何かその、さっき言った、例えばジボだったら、アプリケーションの何か、
開発者に対しての交渉するだったりとか、そういうふうな、まあ事業、まあいわゆるビズデブというか、事業開発みたいなことが得意な方であったようです。で、一方でこう開発メンバーなんですけど、まあ一緒にプロジェクトを行った知人、これブレジールさんの知人ですけど、デザイナーの方とか、あるいはこのアトキンスさん、パックさん、ネットフリックス、まあ皆さん、よくご利用されてると思うんですけど、とか、あとアイロボットの、方とかっていう、まあちょっと小話になりますけど、このブレジールさんっていう創業者の方の、まあ師匠みたいな方がいらっしゃって、その方は、アイロボットの創業者の方なので、まあそういうつながりとかもあると思うんですけど、で、集まってきてるんですけど、まあ下にちっちゃく書きましたけど、まあしかし、集まってきてくれた時にはもう創業から2年半ぐらいが経過していたので、まあ創業当初に十分なその開発人員を揃えられたというわけではないようです。で、まあまとめますと、まあそうに、まあ腕の立つ、まあかなりこう最初に言いましたけど、チャレンジングなというか、難しい、こう今までにないものを作っていくっていうふうなことに挑んでいく割には、腕の立つエンジニアとかデザイナーとかっていうのをやっぱり十分に揃えられなかった。人員の、まあ、体制が十分に作られていなかったというのが、まあ失敗の要因かな。まあもちろん、セールスとか事業開発とかっていうのも大事なことは、まあ言うまでもないと思うんですけど、ハードウェアのスタートアップ、やっぱりその物を作っていくっていう時において、やっぱ創業初期により重要なのは製品開発である。もう実際のものが作れる。まあ、プロトタイプであったりとか、試作、量産みたいなところの経験のある方を揃えるっていうのが必要だと言えます。で、三つ目のポイント、資金ですね。まあ、ネストは、有力 VC からの順調に資金を調達することができた。まあ、一番、この最初のポイントで、シリーズ A で、クライナー・パーキンスと Google ベンチャーズから調達って書いてるんですけど、まあ、Google ベンチャーズは、まあ、Google の投資部門なので、まあ、あまり、言わなくてもいいと思うんですけど、クライナー・パーキンスっていうのは、まあ、非常にこう、なんですか、ね、ベンチャーキャピタルとか、スタートアップとか、詳しい方は、今もう本当に馴染みのある、有名な、ベンチャーキャピタル、シリコンバレー、本社を置いているところで、まあ、最近だと何でしょう、スラックとか、まあ、あんまり使われて、まあ、もっとこう、メジャーところだと Google とか、Amazon とか、そういう会社に投資しているような、もう本当にこう、老舗のベンチャーキャピタルというか、非常にこう、実績のある会社です。で、まあ、2013年に800ミリオンって書いてあるんです。800億円です、ね。で、まあ、バリュエーションっていうのは、まあ、企業価値のことなんですけど、投資をするときにその企業ってどれぐらい価値があるのみたいなのを、お互い、ベンチャーキャピタルと投資家と話し合って、まあ、決めるんですけど、その時の、まあ、この企業には800億の価値があるというふうに、2013年、創業から3年目でそれだけの評価を受けている。で、2014年には、まあ、先ほど申したように、Google によって 3.2 ビリオンドル、3200億円で買収されたということで、まあ、非常にこう、順調にこう企業価値を、まあ、このネストの例だと、2013年から2014年にかけて、1年間で4倍に企業価値を高めているというのは、まあ、非常にすごい成功だなと思います。一方で、そのジボーなんですけど、まあ、VC から資金を調達することが、なかなかうまくいかなくて、バリエーション、その、自社の価値っていうものを上げていくことができなかった。で、まずそのシリーズ A っていう、一番、まあ、シードの次の、まあ、かなり初期の、資金調達のことなんですけど、が、うまくいかなかった。まあ、やはりその、最初にも、製品開発のところでも言いましたけど、非常にこう、コンセプトが曖昧なので、それってこう、誰が使うのとか、実際どういうものができるのイメージできないので、やっぱり、まあ、投資家っていうのは、そんな、すごいリスクは取りたくないので、みんなやっぱり、投資に対して、消極的であった。というので、まあ、そういう、ベンチャーキャピタルからアドバイスを受けて、じゃあ、その、クラウドファンディング、例えば、キックスターター。まあ、これ、キックスターター使ったんですけど、日本だと、なんでしょう、キャンプファイヤーとか、レディーフォーとか、いうところがあると思うんですけど、まあ、要するに、いろんな人たち、まあ、たくさんの個人の方から、お金を集めるというので、まあ、クラウドファンディングをすると 2.3 ミリオン。まあ、すごい、2億円ぐらい、クラウドファンディングで集めたので、十分にその、まあ、ユーザーがいると、ニーズがあると。いうことを示すことができて、まあ実際2015年には結構調達をできる、まあ数十億円単位で調達をできているんですけど、まあただその時のその
バリュエーション、さっき言った、ネストだったらすごく、800億円ぐらいまで上がってましたけど、まあ、今回だと130億円ぐらいまでしかジボは上げることができなかったので、まあ、やはりその、売上だったりとか、十分な、実績みたいなものを、投資家にアピールすることができなかった、というふうに考えています。で、まあ、2018年10月には売却をする、まあ、全資産を売却するという形で、まあ、で、まあ、今まで3つのポイント、3つの鍵ですかね、についてお話ししてきましたけど、まとめとして、まあ、Nest は充実した開発体制のもと、すごくこう、まあ、ボードメンバーも開発チームも非常に優秀な人材を集めて、かつ、用途が明確な既存製品の改良、まあ、サーモスタットみたいなものをアップデートしていく。っていうことで、まあ、着実に売り上げを伸ばしていく。で、かつ、その、まあ、投資家っていう目線から見れば、スムーズに企業価値をそういう人に対しても非常にこう魅力的な形で、まあ、企業価値をうまく向上させて成長させることができたと言えます。一方でその、まあ、ジボなんですけど、まあ、非常にまあ、動画見ていただいてこう、なんかすごい可愛らしいなって思った方多いかなと思うんですけど、魅力的なコンセプトでありながらも、やはり製品開発の取り組み、優先順位をつけるだったりとか、まあ、リソースをどこにこう投入するのかみたいな判断がやはりうまくできず、で、まあ、人材を集めるというところに関しても、まあ、やっぱり初期からいい人材集まってくれなかった。で、資金の調達も、まあ、これいずれもその相互に関係しているとは思いますけれども、資金の調達も不調に終わることが多くて、どうしてもその開発のスピードを上げることができなかったというふうなことで失敗したのかなというのが今回の分析です。で、まあ、いずれこういうふうな2社、非常にこう似通ったような会社の比較から、を、まあ、してきたわけですけど、では、その最初の問いに答えるということで、ユニコーンに成長するための3つのポイントというのを、この製品開発、人材資金というところについて考えて、まとめてみました。まず、製品開発については、まあ、繰り返しになりますけれども、用途が明確な既存製品の改良にフォーカスして、まあ、着実に製品開発とか、まあ、開発リリースっていうのを可能にしていったっていうのが、まあ、Nest の成功かな。やはりその、かなりその曖昧なコンセプトを実際その、まあ、特に大学にあるようなそのシーズ、技術の製品化って本当に時間がかかることなので、なかなかベンチャーで取り組むにはハードルが高いのかなというのが、まあ、自分から得られる、教訓かなと思います。で、まあ、人材も、まあ、そらそうだろうっていうか、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、やっぱり創業当初から、充実した、優秀な人を集めることができれば、やはり、まあ、その人がいい人を連れてきてくれますし、で、それに伴って、いいものも作れるので、まあ、実績ができて、また人が来てくれるみたいな、まあ、好循環が生まれます。まあ、なので、なんて言うんでしょう。できる、どれぐらい、こう、いい人を集められるかっていうのが、もう結構最初から勝負が決まってしまうところも、まあ、あるのかなと、このネストの事例を見てて、個人的には思いました。で、あと、その、資金なんですけど、まあ、これ一番目のポイントと関係しますけど、順調にこう、やっぱりセールスを伸ばしていくっていう、そういう実績があると、やはり投資家としては投資がしやすい。ちゃんとその、この会社は、口で言ってるだけじゃなくて、ちゃんとその、実行していってくれるんだ、みたいなところに、まあ、信用。じゃあ、そこの、にお金を出そうか、というふうに思ってもらえる。っていうので、まあ、良かったのかな。まあ、ネストはそれにうまくいったし、ジボはそこにうまくいかなかった、というふうに考えます。で、まあ、この、わざわざなんか有力 VC って書いてあるんですけど、まあ、やはり、さっき言ったその、クライナーパーキンスみたいなところとかだと、もちろんその、今まで、たくさんの企業を成功に導いてきた、まあ、何かしらのノウハウとかいうのを持ってるでしょうし、いろんなその、ネットワークで、人を紹介してくれるとか、いろんな面でのサポートが受けられるというところで、まあ、やっぱり有力 VC に、から調達をしたっていうのも、ネストにとってはプラスだったのかなと。ということで、セミナー自体は、ウェビナー自体は、内容自体はこれで終わりなんですけど、まあ、最後、クイズがあるという、最初アナウンスがあったと思いますが、まあ、これジボなんですけど、まあ、何度もこう出荷を延期して、で、900ドルで1台出しました。ただ、その1年後に、売却して、まあ、末路に、こういうふうな、こう、ちょっと悲しい末路になってしまったんですけど、実はその、最近に、これ、質問出てますかね。その後、
特許技術の一部を、まあ、ある会社に売却してます。今年の、まあ、頭ぐらいです、ね。その会社はどこでしょう？もう、答えていただいている方、ありがとうございます。まあ、一つ目、Google Nest というのは、まあ、今日でできた Nest ですね。まあ、Nest に買収されるっていう、まあ、関連企業なのであるかもしれないですね。あと、まあ、AT&T っていうのは、何でしょう。まあ、下の、日本でいう NTT みたいなことで、まあ、通信、アメリカの通信会社、まあ、非常に大手の会社ですね。あと、まあ、NTT は、まあ、皆さんご存知の NTT でして、で、アリババは、中国の会社で、まあ、e コマースとかやってますけど、まあ、巨大な IT 企業。まあ、なんていうか、こう、クロスボーダーでというか、中国からアメリカに向けて何かこう、資金が流れたのかもしれないみたいなところで。だいたい選択肢はそんな感じですが、今のところ、NTT が有力ですかね。はい。これで、一応、回答は締め切らせていただきます。で、はい。まあ、回答なんですけど、まあ、答えは NTT の子会社で、まあ、ちょっと選択肢ないじゃないかっていう、ご意見あるかもしれないですけど、まあ、一応 NTT の子会社、NTT ディスラプションという、米国の子会社があったそうで、そこが、買収したという結果になります。結構、AT&T は全然人気がなかったです。で、まあ、ちょっとその、VC、資金調達のところで、言い忘れたんですけど、まあ、NTT もこのジボと結構前から関係を持っていたっていうのが言われてますし、あと KDDI とか電通とかも何ですか、投資をするしているっていうふうなことが言われているのは、まあ、日本からも結構ね、まあ最初もドラえもんみたいな話しましたけど、日本人的には結構好きなプロダクトなんじゃないかなと思います。はい、皆さんお答えありがとうございました。では、私のプレゼンテーションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました、稲田さん。いや、もう、なかなか、この製品開発、人材資金、この3つのポイントから見ると結構いろいろな違いが出てて、で、この3つが違うことで、そんな大きな分かれ目が出てきてくるんだっていうので、ちょっと、大変勉強になりましたというか、ちょっと怖いようなあまりにも。いろいろな面白いお話ありがとうございます。そうしましたらですね、今さっきお話しいただきました製品開発、人材資金、この3つが今回ハードウェアのスタートアップを成長させるのに重要っていうお話をちょっとしてもらったんですけど、そしたらこの私たちものづくりベンチャーズがその3点に関してどのようなサポートをしていけるのか、どのように日本のハードウェア、アメリカのハードウェアを活性化させていくことができるのか、それについて、弊社 CEO 牧野の方が今から一つ、ちょっと小さなプレゼンテーションさせていただきたいと思います。牧野さん、よろしくお願いいたします。はい、聞こえますか？聞こえます。はい、じゃあスライドの方お願いいたします。じゃあ皆様、こんにちは。ものづくりベンチャーズの牧野でございます。先ほど稲田さんの方からですね、前編ということで、ユニコーン企業が実践した3つの成功の鍵ということでお話をいただきました。私の方からはですね、少し会社の概要も含めて、少しこういったところに対して私が何ができるのかという点をですね、お話しさせていただければというふうに思っています。で、簡単ですけれども、自己紹介をさせていただきます。今、ものづくりベンチャーズの、代表取締役をさせていただいております。私自身は、もともと、ベンチャーキャピタル、もしくは、アクセラレーターというような、まあ、スタートアップに関わる仕事を、2005年からやってまいりまして、ずっとこういったスタートアップに関わる仕事をやってまいりました。で、2015年にですね、ものづくりベンチャーズを立ち上げをいたしまして、今まさにハードウェアのスタートアップ、もしくはハードウェアの環境づくりというところで活動しているという状況でございます。弊社はですけれども、ハードウェアのスタートアップのですね、ものづくり、それから資金の両面からサポートをしようということで、2つのサービスを提供しております。一つがテクニカルのコンサルティングサービスということで、2015年のからサービスを開始いたしまして、これまで70社の施策の支援をしてまいりました。その中にはですね、施策からですね、量産設計、また量産化ということで進むような企業もですね、数社、もう十数社、10社を超えていると思います、出てきているという状況になっておりまして、少しずつですけれども、スタートアップのですね、方々の実績が出てきたという状況になっています。
もう一つが、スタートアップの方々が、ものづくり以外で困るポイントということで、まあ、資金面ということでサポートをしようということで、2017年の7月に、ファンドを立ち上げをいたしまして、これまで30社、日本と、アメリカにですね、投資をしてきているという状況でございます。まあ、私たちがですね、なぜ、まあ、こういったあの活動をスタートしたのかというところなんですけれども、先ほど、稲田さんの資料にもありましたけど、まさにあの、ハードウェアイズハードというのが、まあ、一般的になっているということです。まあ、こちらの Google の、ピチャイさんがですね、こういうふうに言われているわけですけれども、まあ、Google もですね、何度も、ハードウェアにチャレンジをしながらですね、Google ほどの、まあ、優秀な人材、また、十分な資金があってもですね、なかなかこのハードウェアの壁というのは超えることができないということで、このハードウェアイズハードという言葉を使っているということです。では、なぜ、ハードウェアが非常に難しいのかというところをですね、もう少し掘り下げてみたいというふうに思います。一般的にですね、ハードウェアがなぜ難しいかといえばですね、もうまさにこの図に書いた通りなんですけども、開発に時間がかかるということです。一般的にですけれども、スタートアップ、最近のスタートアップの開発手法として、アジャイル開発なんていう言葉が使われたりします。では、アジャイル開発というのはですね、非常にフレキシブルな形でですね、デザイン、それから開発をしながら、テストをしながら、検証をしていきながらですね、どんどん顧客のニーズにフィットをさせていきながらですね、開発を繰り返していくということで、まあ、アジャイル開発なんていうふうに言われたりします。ソフトウェアの、スタートアップというのは、非常にですけれども、いろいろな資源、もしくはいろいろな、ある意味、リソースが、揃ってきていることもありまして、非常にですけれども、このアジャイル開発が、まあ、しやすい環境が整備されてきたということが、今ソフトウェアのスタートアップがですね、ある意味、うまく生き始めている一つの要因じゃないかというふうに思っています。まあ、いち早く、顧客の、ニーズをですね、捕まえることができるようになってきているということです。まあ、この、回転をくる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 回していくという状況です。一方で、ハードウェアに関しては、さまだまだ、デザイン、もしくは開発と、テスト。こういったところに対して、非常にですね、時間がかかる、もしくはお金がかかるということで、一回転を回していくのに、非常にまあ多くの労力をかかってしまうということで、この回転をですね、ぐるぐる回すことが、まだまだ難しいというのが、ハードウェアの大きな、現状ということです。まあ、これがですね、このハードウェアイズハードという、課題感を生んでいる、まあ大きな要因じゃないかというふうに私たちは捉えています。で、そういったところに対してですね、まさに、まあ、なぜここでかかるかというと、まさに特に一番ネックになっているのが、このディベロップと言われるところになるというふうに私たちは考えています。特にデザインから開発をしていく際にですね、量産設計、また金型を作ったり基盤、それから機能の確認、さらにこれ調達が必要になり、さらに量産施策、まあ、量産化と。まあ、こういったですね、過程をまあ経ないとなかなかテストに回らないということで、この開発の過程がですね、非常に複雑、かつ、非常にです、時間がかかるという状況になっているということです。まさに、ここの部分の、このディベロップ。特にその中でも、金型とか、調達が大きな、まあ、ボトルネックになっているんじゃないかということで、私たちは、考えているという状況です。こういったところに対して、私たちとして、考えているのが、まさに素早い開発体制を構築して、いち早くローンチする。それを通じて顧客ニーズの明確化をすることがですね、いち早く明確化していくことが、ユニコーン創出の鍵になるだろうというふうに捉えているということです。まあ、こういったですね、素早い開発体制を構築。ここがですね、大きな課題になっているということを私たちとして現状認識をしているという状況です。まあ、こういったところに対して、今私たちが提案している大きな方向性が、プロダクションアサーサービスなんていうふうにちょっと今表現をしているんですけれども、このものづくり自体をですね、一つのサービスとして、スタートアップの方々に、提供できるような仕組みが、まあ、できないかというふうに、思っています。1000個をですね、まあ、素早い開発ですね、そして安く、10番台並みの、まあ、コストで、まあ、提供することを目的にですね、スタートアップの方々、もしくは中小、施策企業の方々、もしくは大企業の方々等がですね、企業の規模や業種の枠を超えてですね、連携することによって、日本初のですね、新しいものづくりのサプライチェーンをですね、提供することができないかというふうに思っております。まさにここの中で大きなボトルネックになっているところが金型基盤ということで、
例えば、ここに関して言うと、金型ですや、簡易金型なんかの活用を考えていく。もしくは調達という部分に関して言うと、いろんな企業と連携しながらですね、調達の、ネットワークを作っていく。まあ、こういったことをですね、今、まあ、進めていっているということです。で、そういうところの中で今、弊社としてですね、これまで一緒に施策を取り込んできました、京都施策ネットの方々、もしくは、ソニーさん、もしくは、岡山に、本社があります、工作機器メーカーの安田、工業さん、それから、EMS の東映、電子工業さん、こういったこう企業さん等とですね、今連携をしながらですね、こういった新しいサプライチェーン作りに今取り組んでいるという状況です。また、このサプライチェーン自体はですね、この企業さんだけではなくてですね、オープンな形で進めていきたいというふうに思っていまして、まあ、こういった取り組みにですね、興味ある企業さんがいればですね、ぜひ一緒にですね、こういった新しいサプライチェーン作りをですね、一緒になって構築できたらというふうに思っております。まあ、こういったことで、私たちですけれども、実はホームページ、ウェブサイトを見ていただくと、ものづくりは簡単だというのを、実は一つのキーワードに掲げています。まあ、決してですね、ものづくりはこう簡単というわけではないんですけれども、私たち自身がですね、いろいろなサプライチェーンを作る、もしくはパートナーシップを構築することによってですね、今現状では非常に大きな円になっている、この開発工程、デザインから開発テスト、こういった一つのですね、工程をですね、私たちとしてより小さな形にすることによって、一般的に言われるアジャイルと言われるような素早く開発をしながらテストをしながらですね、顧客ニーズをよりいち早くキャッチできるようなですね、体制をですね、環境をですね、スタートアップの方々に提供することによってですね、私たちとしては日本からもしくは海外からもですけれども、ハードウェアのユニコーン企業がですね、より多く出るような環境づくりをですね、していきたいというふうに思っております。はい、以上となります。前田さん、声が入ってないかもしれないですね。失礼いたしました。牧野さん、ありがとうございました。そうしましたらですね、早速なんですけれども、質問の方に、移っていきたいと思います。今、ご視聴の皆様、まだまだ質問間に合うので、何か質問等ありましたら、こちらの、右側の、チャット欄の方にコメントをいただければと思います。そしてまたですね、質問の回答の前にですね、アンケートのお願いを再度させていただきたいと思います。今回、ものづくりベンチャーズ、このようにいろいろな新しい情報の提供、それから、セミナーというのをどんどん実施していきたいと思いますので、皆さんの忌憚なきご意見の方、何卒よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、一つ目の質問を参りたいと思います。稲田さん、お帰りなさい。ありがとうございます。そうしましたら、一つ目の質問、まさこさんからの、質問です。ネストの資金繰りについてですが、シリーズ A の前の段階について教えてください。シリーズ A まではにはすでに製品も完成し、事業化を始めていたのでしょうか。またシードの時期の資金調達はどうされていたのでしょうか。ということで、こちら回答稲田さんですね。よろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。ご質問拝見して調査のやつを改めて見てたんですけど、まず2010年の4月に創業されていますと、このネストですね。で、2010年の7月ぐらい、夏頃、なので、に、シリーズ A をクライナーパーキンスとかから、調達しています。で、その1年後に、最初の製品を出荷しているということなので、まあ、この時点で具体的にどれぐらいプロタイプとかまであったのかというところにちょっと、わからないんですけれども、製品を販売していたというふうな段階ではないと思います。なので、で、まあ、ちょっと補足で言うと、この創業者の、ファデルさんという方が、なんか、アップル辞めて、なんか別荘みたいなの作ってたらしいんですけど、で、その時になんか、いろんな面で、技術的に先進的で、環境に優しくシンプルであるみたいな、そういう、こう、結構個人的なニーズから、サーモスタットみたいなものが、まあ、なんか今のサーモスタットって、こう、ちょっと、ダサいよねっていうか、そういうふうな、ところで出てきたっていうので、コンセプトは結構、こういうサーモスタットアップデートしようってコンセプトは早くからあったと思うんですけど、で、まあ、試作品作り始めていたぐらいの段階でのシリーズ A の調達かなと思います。ちょっと補足もしよろしければ、はい、
まあ、ネストは私もやっぱりこの世界でいくと非常にまあ有名な会社だったので、実際シリコンバレーのあのオフィスも訪問したことが実はありまして、行ってきました。で、実際の多分製品が出てきたのはですね、Google にあの買収された後に実はなっていまして、かなりコンセプトのいくつかプロダクトであったりとか、小ロットの製品は出てたと思うんですけども、本当にあの普及期というか、本当にあの最終製品として出たのは、Google に買収されてからですね、やっぱりしっかりもう一度いろんな、体制等も見直してから出てきたんじゃなかったかなというふうに確か思います。牧野さん、稲田さん、ご回答ありがとうございました。そうしましたら次の質問、読ませていただきます。稲田先生、ご講演大変勉強になりました。ジボは早期に売上が立たず、実績を示せなかったため、有力 VC からの大口な資金調達がうまくいかなかったというように見えました。素早く小さい成功を積み重ねて、知名度を高めつつ製品改良を続けるという繰り返しが重要なのかなと感じました。時間の勝負というところですね。最終的に投資会社に売却したのが不思議に思えました。ジボは資金力のある大手家電メーカーなどと組む、例えば大株主あるいは、過半数株主になってもらってもというのが難しかったのですかね。オーナーがご自身の支配権維持にこだわったのでしょうか。NTT 子会社が引き継いで成功させてほしいですというコメントをいただいております。こちらまず稲田さん、ちょっとご回答の方をお願いいたします。はい、ご質問、コメントありがとうございます。まあ、おっしゃったように、なんて言うんでしょう、ジボーは、実績は示せなかったというか、っていうところがやっぱり、まあ、特にネストと比べると、なんて言うんですかね、なかなかこう、物が出せなくて、っていうのが、ちょっと、せっかくこう、物が良かった、コンセプトが良かった割に残念だなと思います。で、最終的に投資会社に売却して、もう少し大手のところと組むっていうのはなかったのかということで、まあ、ちょっとそこまで自分調べきれてないんで、あれなんですけど、というふうなお答えですかね。まあ、結構家電メーカーというよりは、さっきも言ったように、プラットフォームを作るという話だったので、いろんなソフトウェアの会社、何かアプリケーションを作るような会社との、交渉とか提携の話っていうのはたくさんあったと思うんですけど、ものづくり企業がそこに何か入ってくるっていうことではなかったので、まあ、ネストが持っているようなリソースを、十分に活用できる、相手が見つからなかったということかなとちょっと推測しております。ちょっとじゃあこの部分も私も少しジボの件はそこまで詳しくわからないのでちょっとお答えはできないんですけれども、まあ、私たちがサポートしているようなやっぱ企業さんスタートアップとかでもですね、やはり同じようなこう事例というか出てくるだろうなというふうに思っていまして、そういう意味でいくとまあいかにしてこういった事業会社の方々とうまいウィンウィンな形で提携なりもしくはその M&A なりできるかっていう体制をどう作っていくのかっていうのはすごく大きなこう鍵になるというふうに思っています。やはりスタートアップ側の方にそこまでこう M&A にかけるリソースがなかったりして、まあ最後もしかしてナーナーになってしまって最後こう投資会社になってしまったのかなっていうふうに思ったりもしますし、あとはたまに聞くのはやはり事業会社の方々が入るときやっぱり知財のところをすごく言われるっていうケースがあってですね、やっぱ知財がしっかりしてないとなかなか事業会社の方々と買いづらいっていうことをまあ言われると聞いたことがあります。ですので今私たちもですね、こう知財のところに関してはそれなりに最初の段階からですね、ある程度サポートで入れるような体制を今ちょっと作り始めていっている状況でして、まあ、よりこういった事業会社の方々が入りやすい体制のところをですね、もう作る。もしくは早い段階からそういったこともこう視野に進めていくっていうことは、すごく取り組んでいく課題かなというふうに思っています。ありがとうございます。そしたら、引き続きもう一つ質問を受けましたので読ませていただきます。たけしさんからの質問です。ものづくり企業はやはり既存のインフラを生かし、利用した上でですね、失礼しました。既存のインフラをいかに利用した上で、いかに自社の尖った技術のみに特化するかっていうところが重要なんですかねという質問が来ております。先にこちらも稲田さんお願いいたします。はい。ご質問ありがとうございます。まあ、おそらくマッキーノさんの方が、詳しいと思うんで、僕はさらっとしますけど。まあ、そうですね。今回のそのケースから言えるかなと思うのは、やはり、ジボが、
なんていうか、プラットフォームを作るみたいな、かなりその、リソースのかかるようなことをやっているっていうの、コンセプトはいいんだと思うんですけど、やっぱりゼロからそれをゼロベースで作っていくっていうのは、まあ、なかなか、難しいのかなと。まあ、僕自身は、プラットフォーム企業とか研究してたりはするんですけど、やっぱり、大きな、マイクロソフトが何か新しい、ものを出すとか、そういう、もうすでにそのユーザーベースを持ってるところが、有利になる、プラットフォーム戦略だとその有利になる傾向があるので、まあ、こういうハードなデバイスがある IoT でも、まあ、同じかなと思うんですけど、っていうお答えですか、ね。ありがとうございます。はい、もう、まさにこのコメントの通りだというふうに思います。ただ、スタートアップの方がですね、最初にそういったコンセプトを思いついても、例えば、ネストみたいなものっていうのは、もしかしたら、家具メーカーとか、そういったハウスメーカーなんかができた製品だったのかもしれないですけども、そういったコンセプト、もしくはこうデザインからのこう UX、UI までのこう体験をこう提供するという意味でいくと、なかなか既存のこう企業さんではこうできなかったところがあるので、まさにそれでコンセプトモデルをこう作ってですね、どういったある意味価値観をこう提供したいのかっていうのをまあ示すためには、最初は彼ら自身がやる必要があったのかなというふうに思っています。ただ実際事業展開していく上でいくと、スタートアップ一社でやっぱやっていくのは必ず限界が出てきますので、いかにして、まあ自分たちがやるところとやらないところ、まあもしくはどこを連携するのかっていうのを、早期の段階でこう決めながらですね、まあ選択と集中を図っていくというのが、ハードウェアのスタートアップの一つの大きな方向性かなというふうに感じる部分はすごくあります。はい、ご回答ありがとうございます。そしたらこちらきっと最後の質問になります。河合さんからの質問です。成功の鍵として、既存製品をベースとして新たな価値をプラスするという点、スタートアップだけでなく既存企業も同じだと感じました。新たな価値を生むという点では、誰、どこの会社と連携するかも重要かと思いますが、どのようにパートナーを探せばよいのでしょうか。こちらどちらかというと、牧野さんになるんですかね。ちょっとご回答お願いします。そうですね。非常にまあ、難しい質問だなというふうに思っています。まあ、まさにパートナー選びって本当に鍵になるというふうに思っています。もう先ほどの質問とも関連しますけれども、では選択と集中となれば、どこの部分を自分たちでやり、どこの部分を相手に任せるのかっていうふうになりますので、パートナーシップとの信頼関係、もしくはその彼らの技術レベルも含めてがすごく重要になるというふうに思っています。ですので、本当にまあ私自身がまあそういう意味でいくと、いろんなこうパートナー企業さんと連携しながらものづくりを進めているわけですけれども、やっぱりビジョンっていうか、そのある意味同じようなこう目的感、価値観を持ってるかっていうのがすごく大きな重要な要素になるかなっていうのがまず1点目あります。まあ私たちの中でいくとやっぱスタートアップのものづくりをサポートしたいっていう思いがありますので、そういうところで一緒になる、ある意味やっていただける企業さんかどうかというところが一つ目になります。で、もう一つは私たちがだんだんスタートアップと仕事をやってるとですね、やはりスタートアップの仕事をやるために、ある程度その、まあ、リテラシーというか、こういった、基準が、出てくるんですよね。例えば、こういった、最低限の、こういった、コミュニケーションの仕方とかですね。もしくは仕事のやり方みたいな。結構、そういうところは、私たちの社内の中で、明確化していまして、そこのところで、少し、対応できない企業さんは、なかなかパートナーに難しかったりとかですね。そういうのは、やってるところはあるかなというふうに思っていますので、まあ、一つは、ビジョンというか、目的感を、ま、持てる企業さんかどうかというところと、もう一つは自分たちの中でこうパートナー選びをするための基準っていうのをまあ明確に持つことがなんかすごく重要かなというふうに思いました。回答ありがとうございました。そうしましたらですね、こちらの方で今現在最後の質問とさせていただきまして、今回のウェビナーを終了させていただきます。今までのすいません、失礼いたしました。この後、皆さん、ぜひアンケートの方、記載の上、ご退出いただければと思います。で、皆様がアンケート記載している間、次のウェビナーの、ご紹介をさせていただきます。試作から量産っていうのが、よくハードウェアのスタートアップでぶつかる大きな壁って言われているんですけれど、私たちがサポートしている、ロード&ロードさんっていうのが、その試作を出来上がってから、その量産に向けて、東映さんという会社とともに、その壁を乗り越えたっていう、事例がありますので、そちらの方、10月の20日、4時から5時、テプロ試作から量産の壁ということでご紹介させていただければと思います。正式な公開は実は明日なのですけど、本日参加している皆様だけ、特別にリンクを送らせていただきます。こちらの方から、また、ちょっと1ヶ月後になってしまいますが、ご興味のある方、ぜひご参加いただければと思います。そうしましたら、本日は、稲田さん、牧野さん、スピーカー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうしましたら、こちらのルーム、
6時10分に締めさせていただきます。そちら、それまで、アンケートの方記載お願いいたします。また皆様、こちらオンラインでお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼いたします。